はいどうも、映画批評です。7月になりましたので、今月も Amazon プライムビデオで無料で見れるおすすめ映画を紹介していこうと思います。今月もですね、いろいろと面白い映画がいくつか追加されてますけど、今回は B 級映画特集ということで、おすすめの B 級映画を7作品紹介していこうと思います。よろしくお願いします。ちなみにね、このチャンネルでは Amazon プライムとかね、Netflix のおすすめ映画紹介の他に、劇場新作映画の一風変わった解説レビューとか、旧作映画のネタバレなしの1分レビューをしているチャンネルですね。なんか面白い映画ないかな、でも探すのめんどくさいな、なんて方はぜひチャンネル登録していただければなと思います。それでは7月の Amazon プライムビデオ無料作品紹介 B 級映画特集ということでやっていこうと思います。一応ね、僕の思う B 級映画の条件ってのは画面に記載しておきますので、いやいやこれ B 級映画じゃねえだろっていうねツッコミはね、ご勘弁ください。はい、あとはね、個人的におすすめ度が強い作品を後の方に紹介していくので、そこのところもね参考にチェックしてみてください。はい、それでは一作品目こちらです。ハードコアです。全編主観のねアクション映画なんですけど、本当に全編主観です。なのでめちゃくちゃね画面酔いはするので、そこら辺はね自己責任でお願いします。でね、一応これ設定はね、主人公が記憶と声をなくしてるっていうねずるい設定があって、やっぱちょっとねずるいんですけど、自分探ししながら周りとドンパチしまくるっていうね設定でちょっとずるいんですけど、まあ、ずーっと走り続けながらドンパチしてるので、ぶっちゃけね僕こいつ何が目的なんだかよくわかんないんですけど、テンションが高いので一気にこう見れちゃいましたね。で、いろいろとね、突っ込みどころもありますし、主観でね、見ちゃうこう人体破壊描写とかもあるので、全体としてはね、こうなんていうんですかね、荒削りなんですけど、間違いなく今後のね、アクション映画に影響を与えるだろうっていうね、可能性を広げただろう映画なので、ハードコア見ておいて損はないかと思います。それではですね、どんどんいきますね。二作品目。クロール凶暴領域です。嵐が来てワニがワニ園から逃げ出して街に出てきちゃったっていうね、こうリアルガチのワニワニパニック設定の映画なんですけど、ワニ映画ってやっぱりこうサメ映画と比べると意外とないなーって思っていたので、普通にやっぱねワニ映画フレッシュだなと思いましたね。で、この映画うまいのが、なんやかんやあって水泳部の主人公がある空間に閉じ込められちゃうんですけど、そこの空間のね逃げ道にはワニがいてなかなか逃げられない、そんでもって足元はどんどん嵐によって水かさが増えてくっていうね、空間的な制約と時間的な制約のあるね舞台立てが上手なのも非常に良かったと思いますし、何よりこの映画楽しいのがね、ワニに食べられるだけのワニ要因がね出てくるんですけど、そいつらの頑張りがね楽しいんですよ。もう、ああ、出てくるな、こいつ、ワニ多いんだな、みたいなキャラが、もう、すぐ食われちゃうっていうね、それがね、面白くてね。しかもね、時間がね、1時間半もないので、サクッと見れますし、ちょっとね、ワニの知識仕入れてからこれ見ると、すごく楽しめる作品なんじゃないかなと思います。次が、ハッピーデスデーと、ハッピーデスデー to you です。これはね、最近の B 級映画界でもめちゃくちゃ有名な作品で、ファンも多いんで説明不要かと思いますけど、なんと今これ両作品 Amazon プライム無料ということだけ、まあ、今回はね、紹介させていただこうかなと思います。見てない方はね、時をかける少女にスプラッター要素を足したコメディ映画だと思ってみると、間違いないと思いますので、まだ見てない方は本当ワンツー合わせてこの機会にぜひ見てみてください。もう本当ね、設定も面白いですし、作品のテーマとかメッセージなんかも本当に面白い映画だと思います。では4作品目、Into the Stormです。まあ、これもね、めちゃくちゃ面白いんですけど、ちょっと埋もれてる感じありますよね。まあ、話はね、すごい簡単で、バカでかい嵐来てるけど、みんなどこで何してるっていう感じの映画ですね。まあ、YouTuber はいるわ、竜巻の追っかけるこうカメラマンはいるわ、イチャイチャするカップルはいるわ、家族はいるわの、てんやわんやなんだけど、シリアスな群像劇っていうのがもう、本当に面白いんですよね。なんかやばい竜巻来てるらしいよ。もうめちゃくちゃでかい、ほんと超やばい竜巻来てるみたいだよ、みたいなとこから始まって、どんどん嵐が近づいてきて、さあ大変、みんなどうなる、そこにいて大丈夫か、的な展開になってくんですよね。しかもね、こう、ちゃんとね、丁寧に伏線仕込んで、丁寧に後半回収してっていうね、芸の細かさもありますし、竜巻のね、パワフルさもあるしと、繊細さもあるし、パワーもあるし、みたいな、おー、いいバランスなんですよね。まあこれからの季節にもぴったりだと思います。Into the Storm、ぜひおすすめでございます。それではですね、第5作目、キラーメイズです。これぞ B 級。これが B 級ってのはもうオーラまといまくってますよね。殺人ダンボール迷路映画なんですけど、もうこれは超好きですね。っていうかね、この味は、この映画でしか味わえないっていうね、魅力にたっぷり包まれてます、キラーメイズ。で、やっぱりね、このキラーメイズ、
段ボールって男の子憧れてたじゃないですか。昔はこう基地作ったりね、あの着てみたり、それをまず思い出させてくれますし、段ボール迷路の中の仕掛けも段ボール迷路にのこのこ入ってくる連中もね、なんかいちいちバカっぽくていいんですよね。でやっぱりこのキラーメイズ、この映画ならではの映像表現とか笑いの箇所とかめちゃくちゃありますし、こう映画見てる時のワクワク感、これどうなっちゃうんだろう感がちょっと半端ないですね、ほんとキラーメイズは。はい、まあちょっとね、好き嫌い分かれそうなこうシュールなギャグとかあるんで、合う合わないはあると思いますけど、合う人には間違いなくぶっ刺さる、これぞ文句なし、これぞ B 級だっていう感じの非常に優れた映画だと思っています。それでは6作品目、マイケル・ムーア世界侵略のすすめです。マイケル・ムーア侮るなかれです。まあ、そこら辺の大学の、ね、授業より100倍面白いドキュメンタリーというか、まあ、お勉強映画ですね。で話はマイケル・ムーアがアメリカと世界各国の行政サービスとか教育とか、ね、労働環境を比べるっていう、そういう映画なんですけど、アメリカも相当やばいですけど、これ見ると日本って本当に終わってんなって思いますよ。むしろこういう映画を通じて日本のことを客観的に見ると、これ日本積んでんじゃねえのかなっていうのをすら思っちゃうと思いますね。で世界を見て回ると、労働時間も9時5時当たり前で、バカンス当たり前ですし、家族の時間当たり前っていうね、そんなね当たり前なんだけど、日本では当たり前じゃないっていう現実が突きつけられるわけなんですよ。でそんな世界各国と日本のギャップを見て笑いながらも、なんかこうめちゃくちゃ悲しいっていうね。でマイケル・ムーアってやっぱりなんかこう日本だとね、広報的なね扱い方もあると思うんですけど、なんかネガティブなイメージ持ってる人多いかもしれないんですけど、見てみると本当に勉強になりますし、世界の政治、暮らし方を知れば知るほど日本って国はね異常だと感じれると思いますね。まあ、映画はねエンタメなので、基本的に頭空っぽいして楽しめるみたいな映画もいいかもしれないんですけど、たまにはねこういった映画が無料なのでね、映画で楽しみながら勉強するっていうのもねいいんじゃないのかなと思います。では7作品目、僕が今月一番おすすめしたい作品は真夜中のパリでヒャッハーです。もうね僕のこのチャンネルでは何度となくね、もう課金してても見ろとかね、2017年のベスト2の映画だから見ろとかね、もう何度となく紹介してるんですけど、なんと今月はついに無料ということで、本当に見ない手はないと思います。フランスのねコメディ映画なんですけど、ハングオーバーシリーズみたいに朝になったらめちゃくちゃになってて、昨日の夜何があったんだろう型映画を、ビデオカメラあるやんってなんじゃこりゃみたいなね、こうビデオカメラ見ながら昨日の夜何があったかを紐解いていくやつなんですけど、もうめちゃくちゃ笑いました。もう何回も言いますけど、この映画2017年の映画なんですけど、僕2017年の映画200本ぐらい映画見た中で一番笑ったから2位にしたっていうね映画なんですよ。これはだからそういう一番笑ったから2位に選んだっていう、そういう映画ですよね。で特にねこの映画はですね、誰もが遊んだことのある任天堂のあの超有名なゲームが出てくるんですけど、あのゲームで遊んだことある人は絶対嫌いになれないような、あの激アツな展開があるんで、本当にあのそれをね見てほしいですね。まあ序盤ちょっとどうなのっていう思って退屈するかもしれないんですけど、そこ過ぎればずっと面白い、ずっと笑ってられる、本当に面白い、すごい本当コメディの大傑作だと思いますけどね。はい、ということでハードコア、クロール、凶暴領域、ハッピーデスデー、ハッピーデスデー、ツーユー、インツーザストーム、キラーメイズ、マイケル・ムーアの世界侵略のすすめ、真夜中のパリで、ヤッハー、7作品紹介させていただきました。まあ偶然にもね、実はこう上映時間90分ぐらいのやつがね、意外にもこの中多いので、まあ梅雨入りで気分がドヨーンとしてでも気軽にサクッと見れると思います。ではでは、Amazon プライム無料作品に限らずね、僕は Amazon プライム無料作品を紹介してますけども、B 級作品、皆様何かおすすめありましたら、ぜひぜひ教えてください。見ましたらレビューしますんで、そこら辺もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画、ひよでした。